颯流。はい、行こう。はい、全然違うライン。いいよ。うまい。おー、すごい。トルクが。アクセルを閉じたら止まってしまう。みやちゃんやってや。アクセルをゆっくり閉じていくの、上りに対して。ピターって止まっていく。そう。欲しいな。はい、ぐるっと回ってみる。大丈夫。アクセルゆっくり閉じるやろ。嬉しそうやし。下がりそうになるからもう一回開けんの。そこに。そう。それでいいよ、それでいい。じゃあ下がってしまってもう一回開けたらいい。そうや、下がらん。下がってしまったら開けたらいい。まだね。はい、ガリュー、ハヤテリュー。はい、行こう。はい、全然違うライン。めっちゃおもろい。今日はね、あ、上りってアクセル閉じたら戻らないんだ、止まってくるんやっていうのが分かれば、ピタって止まる。ブレーキだな。教え方うまいわ、やっぱり。けど子供力ですよ。そう、おー、うまいやん、うまい。そう、はい、これうまいよ。あ、戻ってきた。後ろ下がりそうやなと思ったら、ゆっくり開けたらそう、もっと、はい。で、二人ともに言えるのは、体だけはずっと登ってる。だから体がうーってしんどいってないから、わかる？そうじゃなくて、アクセル閉じたら止まるんやから、体も止まらん。わかる？もしかし二人の真似しようか。見とけよ。うわー、わかる？アクセル閉じたらバイクも止まるから、体も止めていかん。教えてもらおうかな。まずないから。アクセル閉じたら体の力抜いたらいいね。スーッと近づいて。そう、いいや。うまいわ、センサーで。じゃあゆっくり乗るのうまいわ。いいや。いい、今ので。かわいい。みんなこの年頃、バイバイあらへんが。あ、じゃあどうする？お、やるんや、やる。降りるんかい。降りる。やばい。全然違うとこ行くから、超楽しみに。入ります。ちゃおもろい。そう、いいよ、体巻いたいな。うまいやん、惜しい。大人も実践できる練習やん。いや、アクセル閉じてゆっくり下がってもまっすぐ立っとったんやん。はい。またおいったな。いいよ、ゆっくり乗れ、ゆっくり。うまい、マジ。分かってるな、ちゃんと。けど、照れる。照れてんのか。よし。なあ、体マイクが気になるな。アスピーンってやってみ。お、いいや、いいや。まあ、よかった。はい。お、いいよ。うまい。あ、どんどん行き出したな。お、いいや。そういうこと。それ。どうぞ。一回下がってから上がってるもんな。姿勢ってどうなんですかね。姿勢、まあ
っぱこう前に乗ってしまうのは、うん、乗ってしまう。またなんかね、あのその身長もあるんですけど、背なんかちょっと足りてないんですよね。だから背筋がピンってなりやすいんですけど、お名前何でしたっけ？みやりです。あ、みやりちゃん。みやりちゃんは身長って足が長いんで、ちょっとね、前傾になりやすいフォームなんですよ。セッティングが、セッティングハンドルちょっともうちょっと下げようかなと思うんですけど、トライアルバイク乗ってる人で、ね、身長高い人って絶対折れ曲がる部分があるんで、そうするとその折れ曲がったところで力入りにくいんで、そこから倒れていくようになりやすいんですよ。だからピーンって立ててる方の方がそのブレにくいですよね。けどそれは慣れなんで。慣れなんですか？慣れると別にそんなに膝伸びてれば問題ないですか？しんどいっていうふうには思わないです。ただなんか女の子特有のお尻が出るようなこう立ち方、こういう風な立ち方になる。あ、そうなんや。これは直した方がいいですよ。直した方がいい。トライアルはどっちかといったらこの溝打ちくらいから曲がって、うん、お尻がまっすぐ下にクッと押さえれるように立つんで、このフォームになってくると本物ですね。そうですか、うん、だって見えるじゃん。やっぱ足ピン、お尻は出さへんね。ピ、体がね、足が長いからさ、ちょっとこう乗ってしまうんやろ、前に。こうなってしまう。これをね、うわーっとこのおへそのちょっと上ぐらいが曲がるようにして立てるようになるとちょっと楽になる。やってみ、やってみ。お尻じゃなくて、腰の部分、背中の部分がぐって曲がるように立てるように。勉強になるわ。バランスで、子供に言ってもね、難しいそう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 、その位置ぐらいはいいよ。ああ、いやいやいや、そうそう、ほらやっぱお尻のところ力が抜けやすいから。身長高いとか足長い、足長い、足長い。かわいい。おー、いいよいいよ。あ、どうすごい。あ、でもプロジェクトあ、そうそうそう、みんなみんな流れてるから、これフロントタイヤが当たった時にうーってゆっくり開けてったらいい。ウィリーできてる。お、いや、絶対もう友達が走っとったら勝手に今なるな。ねえ、うわ、やば。いやいや、ねえ、あちゃれ。おー、ええやんか、あちゃん。めっちゃかわいい。おー、すごい。ハンドル切れとるからまっすぐしとけよ。やばい。めいちゃん、ジャンプしてアクセルグッとひねってみ。まあ、まだやな。すごいな。いや、あと行ってれ、あと行ってれ、アクセル開いてへんかったわ。体だけ伸びてる。そう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 、もうちょっとなんかこう、あ、ここから上りが続いてるんかなって、山がここにあるわっていうような気がする。うーって斜面を登る。うわーって。ほんならその山の形状分巻いて上がる。皆さん聞いてる？オッケー。今度すごいな。あとはバイクの上でピョンピョンって跳ねたり、アクセルをちょっとこうビュンビュンって開けながらまっすぐ走る練習しとったら、あ、アクセルってこんだけ開けても大丈夫なんやって分かれば、もうちょっと遊べるようになる。まだ綺麗な練習ばっかりしてるから、ここをこう一気に開けるとか分かってないから、もうちょっとこうまっすぐで何もないところでこうアクセル開けてみたり、体ビョンビョンビョンってこうやって動かしてみたら。やってみ、みやりちゃん。その時に体動かした時にアクセル開けたら、あれ前手上がったってなるかもしれない。感覚がね。やってみて。ゴー。いっぱい遊ぶ。そうそう、すーちゃんいっぱい平地でやって。あ、よ、もっとやって。あなたも喋ってばっかりお父ちゃんと一緒や。ビョンって。よし、そう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 、やんねやんね、そう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 、ええぞ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 。かわいすぎる。おお、いいよいいよ、ちょっと浮いてきてる。あちゃん大丈夫か？えらいこっちゃ。えらいこっちゃ。えらいこっちゃ。あちゃん、えらいこっちゃ。
ゃあその位置普通に何もせんとこうやってあれをトントンって、先をトントンって、リズム覚えや、トントンってギアが当たる、フロント当たる、ギア当たるのリズム覚えてよ。じゃあ何もせんとこうやって何もせんとこうやって、トントン覚えた、トントン、トントンの時にブレーキ、頑張ったら、あんなあんなところ行って戻ってないからさ、あずさんだったら頑張った、トントン、その時前に行ってずっとブレーキ、前に行ってできた、ゆっくりハンドル押すの、前に倒れる、もっと当ててみる、もっと当ててみる、そう、ええよ、ええよ、すーちゃん、ゆっくりしゃがんどいて、トランポリン飛ぶみたいにぴょんと飛ばない、トントン、トントン、そう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 、その時ブレーキした、もうちょっとスピード出して、もうちょっとだけ出して笑った今。お姉ちゃん怖いな。だって山登りめっちゃ得意。めっちゃ滑るねこれ。今日はどこにね滑るね。滑ります。うん。お姉ちゃんうまいわ、ちょっとスロー、スローマン、姉ちゃんこ姉ちゃんはこれ同じレベルしやん、ここおえよ、ええよ、ええよ、上手上手、すごい楽勝うまいな、もっと下で止まるぐらいのスピードからゆっくり上げてる、もっとゆっくり、もっとゆっくり止まれるぐらい、めっちゃゆっくりゆっくり行ってみって、あ上手や、上手、あげろあげろ、あーちゃんはあーちゃんあげろあんたの止まらないね、事故や事故、姉ちゃんここ待っておいて、行き、すーちゃんこれ手前で止まるのがさ、左ってさ、すーちゃんゆっくりゆっくり行くんだって、
ここってさ、ここで止まったらさ、ブレーキ離すだけで進んでくれるよ。わかる？ここやったらさ、登らへんからどんだけアクセル開けていいかわからへん。だから、止まって絶対に進む場所って言ったら、ここなの。わかる？だからここギリギリで止まっといて、ブレーキ離して進んで足らない分だけ開ける。それが一番スムーズにいく方法だ。わかる？だからスーちゃんに必要なのはこの下りでギリギリ止まるぐらいか止まらないかぐらいのスピードをコントロールするのが必要。なるなる、そんなのなるなる、全部勉強になるよ。はい、だからゆっくり下る練習をしなあかんってことだね。誰よりもゆっくり上がれたら上に対していつでも上がれる。そうそう、上見とけよ、上見とけよ。ゆっくりブレーキ離して、そこから足らへんも開ける。そうそうそう。よし、めいちゃんもやってみ。下りをゆっくりと、ゆっくりいって、そうそうそう、上手上手上手。うん、ちょっと、うん、あー、早い、さすが早い。ゆっくりいくよ、前見とけ、前見とけ、前見とけよ。そうそうそう、うい、早いな。で、ナースーちゃん、下りが下りが一番バランス取れて止まりやすい場所っていう説明したやろ。なら今はフロントタイヤとリアタイヤが下ってるやろな。今度リアタイヤだけ下りにしてフロントタイヤ上りにしたらもっと止まりやすい。難しい。フロントタイヤは上りに来たけどリアタイヤは下り。わかる？ここはブレーキ離すだけでリアがぐーって進むからアクセル開けたすだけ。トルクが、トルクが。回らないわ。わかる？スーちゃん。何逃してもスーパーやね。スーパーや。そこからゆっくり開けてみ。勝手に登っていくから。それに対してゆっくり登り姿勢変わらない。そう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 。おお。だから止まる場所を今はここ、それをここ、今度ここっていう風に変えていく。めちゃ行ってみ。今度リアタイヤが上りの状態で止まったらしんどいのも味わってみるのも勉強の一つ。次ここら辺で止まるようにしてみ。この辺で前タイヤリアタイヤ両方分かっとかない。あー、うまい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 。止まるんはうまいで。あとね、上りでね、上りでこういう上り見つけたとき、バイクなしで人間で上るときってこうやって上る？どうやって上る？山、おっちゃんはこの上り見たらよーいドーンって体を伸ばすように上る。つまりバイクも上るときに体をグーって伸ばしてる方が体は楽なんです。今まだってなってる。ちょっと体登るときと同じような格好する。この石と石の間、これ入りますっていうのね。あれ？あえてもっと後ろから聞いた。うわーって行け。難しいね。はい、目がついていけ。はい、ここ上がる。ここ降りる。ついていき。難しいね。この登り難しいね。そう、ほんでな、そのな、見るときもな、そんだけゆっくり来るのか、バイクのスピードに合わすんかっていうような下見をしな。バイクやったら、私やったらあそこで全開で行くって言うんやったら、そうでさ、私はこっからあの斜面に向かって一気に開けるって、おブーツやな、みんなブーツやな。こっからな、開けていくって考えたら、なら開けるんやから、よーいドンってこうやって下見する。ガーッ、体こうぐーっと踏んでるっていうのは分かるやん。それを味わいながら下見する。やってみ。ガーッと。そう。ああ、足でな。立ち方が大事なの。なるほど。どうやな。ブーツ歩けみたいね。硬いですね。ソールがね、硬いですね。あ、うん、この動画が世には出ないように。で、はい、難しい。これ、これ下るよ。これ下る。これ下る。これ下るの？どこ下るの？これ端っこやん、これ。これね。かわいい。
これできたら登って下って登りながらこの丸太を越えて終わり。お、これ難しい。これ難しい。行けたらこれ、行けなかったらこの辺に。でこの時に、頭いい人っていうのは、見るところがみんなと違うんです。言うことが面白いね。面白い、なんかちょっと面白い。めっちゃ可愛いんやけど。リアリちゃんは、あ、今日は朝もなんか鉄分のヤクルトな。めっちゃ可愛いし。この丸太だけ。もうこの小ささまで戻れないんですよ。ここで見てしまったこの頃の娘の会いたいね。これに挑むためには、あそこすずちゃんのお母ちゃんがおるここから見やなあかん。ここからあの丸太を見てどこから行けるのかなあ。あ、ここからや。つまりここで止まってここから行くというような行き方を下見で見な。ですからこの丸太だけ見て、この丸太どうやって行こうって見とったら、見てる角度でこの手前から入られる。だから一個一個全部手前から見てる。一個ずつ戻っていって。って考えるとこの上りの上る位置もラインも変わってくるようになる。そうそう。ほらここから見たら、ほら丸太横になったやろ。先まっすぐ見とったけど。さあどうやって行く。じゃあ歩いて行ってみ。こうやっていいかなっていうの。そうじゃあもう下見終わったら行くよ。お茶飲む。お父ちゃんのリュックの中にポカリあるで。無理してそこの木いかんでもいいよ。いけるかなと思ったら、最初は上り下り上りや。体ピンやで。はい、降りて行けんやったら丸太行ってみ。オッケー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 。まずはそこやな。オッケーまずはここやな。オッケー。はいよ。最初から行かなあかんねん。狙って姿勢がええな。見なあかんで、さっき下見した時と同じ。そうそう、いいよいいよ、一軒ついても大丈夫。先見て、行くとこ見な。いやー、おーすごい。方向を見ながらこっちに曲がるのって見えへんやんか。だからまずはゆっくり、見えるまでゆっくりなんですね、バイクは。で、あ、ここでゆっくりになって、あーって見えた時、ここからアクセルを開けて登らなければいけない。ということは、あそこ、みやりちゃんたちには、ここの部分が一番バイクが起きて外側に行くはずなの。それわかる？難しい。例えばやけど、ここでバイク外に行ったことある？ないよね。みやりちゃんは多分、ここだけ絶対に外に行くね。ということは、ここが一番アクセルを開けたい場所。ということは、アクセルを開けたいところで、用意ドンという体の動かし方ができれば、リアリちゃんはこっちじゃなくてこっちに行くようになります。やってみよう。あの部分で体がいつも通りの場所にいるんで負けてくる。よし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 。あとは今のは手前から速くしてるから用意ドンがなかったからスムーズに見えたけど、最初の行き方で大丈夫。ゆっくりからアクセルは開けるんやけど、体はリレーの時と一緒。マラソンの時と、マラソンじゃないな、なんやろ、リレーの時と一緒。よーいドーンって最初頑張るよ。それをするの。そこでやってみ。どうぞ。最初はゆっくりアクセル開ける時によーいドーン。ちゃんと大回りしてライン見てな。先見えてから開けなあかんで。うまい。最初の下り下手やで。どうぞ。そこでいいよ、加減。ゆっくり安定して走るのはみやりちゃんうまい。ダントツうまいんやけど、そこや、そこ、そこでドンと。惜しいな。あそこがちょっと苦手なんですよね。そうですね。アクセル開けてしまったらグーンとお尻が引けて中腰になってしまうんで、そこがもったいないな。すごいな。すーちゃん最初の下り嫌なところ走らない。
ッケーオッケー、うまいうまい、はいよ。ハクでなんかやってるいいな思ったらめっちゃ可愛いし、いや手が踏んで手が踏んで、なんと嫌なところから後を楽にしながらスーッといけとか、オッケー、あらいいよ、さっきいいよ、さっきのよかった、さっきと同じように行ってみ、上手やったわ、おお、じゃあ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 。今のリアリちゃん、今立ってる姿勢がすごいいいんやけどな。あ、そう、今そこに立ってるその姿勢って。姿勢が。これをどう教えるかな。子供なりにこうピンってくる教え方がなかなか難しくて、難しいですね、うん、重いなぁ、いや意外と結構重たいわ、これも同じぐらい重いけどオセットの方が重たいな、みなみちゃんとスーちゃんあと1回ずつにして昼休憩行こうか、うん、お昼行こうか、お父ちゃんの方スーッと見んねん、スーッと見んねん、スー、そう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 、見えた、あいやー、スーちゃん見えた方にして見たんかな、バイク、うん、こっちこっち回ってる、こっちこっち回ってる、山川を来た、山川、これもう一回行ってもらえる気がした、これあ、大丈夫か大丈夫か、うまいな、こっちは重たいな、ちょっと押せると重いね、うん、重たい、重心がいいんでまだ扱いやすいかなと思うんですけどね、32、3キロぐらいあるのかなこれ、うん、なかなかバッテリーがね、うん、ね、3つも積んでるから、はい、ラスト、もう一回最初から行ってよ。もう一回、うん、教え方がやっぱ上手いんかな、やっぱ全然ちゃうな、うん、子供難しいですね本人がまた何を考えてるかがわからないから、確かに、はい、 OK、 リアリちゃんちょっとバイク置いといて、あ、すーちゃんいいよ最後、みやちゃんバイク置いて、おいでって、フロントタイヤが向いた方しか体、目は見られへんはずだね、スーッと逃がせ、スーッとグッ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 、はーい、スーちゃん苦手やなスーちゃんがダメなの、最初の下りやで、ちょっとさ、おっちゃんと勝負しよう、行っておいで、おっちゃんと勝負しよう、もう斜面買ってみ、スーちゃんエンジン買って、じゃあ行ってみ、押してみ、ドン、もっともっともっと、ドン、もっと押してみ、ドン、ドン、もっともっともっと、ドン、だから今度長めにここに手当てて押してみ、ほらお尻出えへんやろ、はいはい、やってみ、押せるやん、この姿勢がアクセルを開けても体が負けない、今度お尻ちょっと後ろ出してみ、押してみ、ね、押してみ、後ろ落ちそうじゃない、先より体前、待ってみ、あ、すーちゃんちょっと待って待って、置いときって、今できんか、しんどくない、もっとお尻出たらバイク乗った時はもっとお尻出たら、後ろ落ちそうやろ、だからこの姿勢でバイクに乗ってるから、アクセル開けてグーンと後ろに来た時に体負ける、もしバイク乗った時にお尻が今みたいにまっすぐこうシュッとなって体前に耐えれたら、多分もっともっと綺麗に扱える、早くさ、早く飲んだよ、あ、はいはい、そう、だからもう、ああやってスーちゃんが今立ってるあの姿勢が下りの姿勢、
で、みなりちゃんが今立ってるこの姿勢が上りの姿勢。これがバイクに乗ってできるようになったら完璧。めっちゃ分かりやすいな。それをイメージしながらいろんなとこ走れるようになるとうまくなる。立って。わかったね。まだやれますか？もうええんじゃいます？もう30でしょ。So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night. Not okay, all I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. All I want, and I pray. Kind of stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night. Not okay, all I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray. I believe in a better day. Living life, every day. Hey, brother. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kage, ここしかない。